あ、寒いな、おい。大木先生、お疲れ様。ああ、森本先生、起きていらっしゃったんですね。ああ、ちょっと考え事をね。お悩み事ですか？まさか。でしょうね。おいおい、どういう意味だよ。普段のひょうひょうとした先生からそんな大層な悩みなんて想像できないですね。そんなに楽そうに見えるなら、それはそれ光栄だよ。きっとオペ室での先生を忘れちゃうからでしょう。それじゃ僕がまるでオペの時以外はふぬけてるみたいじゃないか。いいえ、名外科医ですよ。やめてくれよ、そんな風に呼ばれるのなんてまっぴらさ。あー、それより、もうすぐ研修が終わるね。ええ、先ほどそのことを考えていました。何か心配事でもあるのかい？いえ、今では自然と自分の進むべき道が見えてきています。じゃあもう決めたんだね。ええ、おめでとう。ありがとうございます。いろいろとお世話になりました。いやいや、こっちはこき使ってただけさ。こっちこそ礼を言うよ。ちょっとやめてくださいよ、森本先生にお辞儀されるなんて。いや、本当に。なあ、はい、思い出さないか。な、うん、ええ、ちょうど1年になりますね。ああ、そういえばそうだね。不思議だね、まるで1年前のあの日に帰ったような朝だよ。そういえばそうですね、あの時の自分の浅はかさときたら。
全く使えなかったね。ひどいや。じゃあお祝いにコーヒーでもおごるよ。また廊下のカップコーヒーでしょ。あ、バカにしちゃいけない。あれでなかなかどうしていい味してるんだ。ミルクは入れないんだったね。どうぞ。すみません、ありがとうございます。森本先生、大丈夫かな。森本だ。そうか、繋いでください。君かい？彼女がそこにいるのかい？そうか。そうか。彼に一体何があったのかは分からないが、
とにかく彼女がそこにいるんだね。大木先生。君は車を運転できるね。はい。出かけるぞ。すぐに出してくれたまえ。森本先生。森本先生。先生。え？どうかしたのかい？森本先生、どうしたんですか急に。大体僕たちはこれからどこへ行こうとしているのですか。もし急患なら救急に任せとけばいい話じゃ。大木先生、これから我々が向かう先には患者がいる。君の担当患者になるだろう。宮本君、さあ彼女のところに連れて行ってくれ。先生、彼は？なんだよ。やはりか。
おそらく眠り続けているほかは問題ないだろう。森本先生、とりあえずこの女の子を。ああ、そうだな。じゃあ、連れて行くよ。彼、ずっと見てましたね。ああ、そうだね。君にはすまなかったね。いえ。で、もういいでしょう。一体何なのか教えてくれたって。ここ2時間ほど、僕は何が何だか分かりません。すまなかった。これから君にも世話をかけるだろうから、今のうちに言っておくよ。先生は、意を決したように口を開いた。午前10時、夜勤明けの気だるさと睡魔に支配されているはずのこの時間帯に、僕は、未だかつて聞いたこともないような、この少女と少年の物語に、心を揺さぶられることになる。そして、僕もまた。私は本当にここにいる。柔らかなベッドの中、ああここはなんて生暖かい水の中、沈んでゆく。愛して近くに、そばに来て、固く閉ざされた扉の鍵を開けて、つら出して錆びたカゴの中の鳥、一人震えている。白い空、空を飛んで、 I'll be free from this bird cage。
くおいで。ほらほら、しょうね。ちんたらあるかへんの。ダッシュダッシュ。何？どうしたん、少年？何言うてんの、そんなわけないでしょ。何？そんなこと気にしないって顔してるくせに。はいはい、さっさと歩く。ここよ。少年、心ここにあらずって感じやね。うん？ああ、ええのええの。さあ少年、覚悟いい？
どう？緊張してる？いや、ごめんごめん。なんか似てるなと思って。大丈夫。きっとすっごく気の合う子がいるよ。ん？ああ、ごめん。気にせんとって。入ってきてな。漫画やドラマみたいでかっこいいから。はい、先週に続いてもう一人の転校生の登場よ。いいよ、入ってき。
緊張が解けへん。そんなテレント、みんな仲良くしてあげてな。宮本くんも分かれへんことがあったら何でも聞くように。分かった？じゃあ宮本くんの席はあそこ。そこ隣の子にいたずらしたらあかんよ。
別にいい。何？なんかよ。そう。